お世話になっておりますマサルです。今回はファイドゥ認証について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初にファイドゥ認証について概要を勉強します。その後ファイドゥ2の仕組みについて勉強して、最後にファイドゥは生体認証必須ではないという話をして終わりにしたいと思います。それでは始めていきます。ファイドゥはファーストアイデンティティオンラインの略です。ファイドゥアライアンスがパスワードを使わずに高い安全性と利便性を提供する認証方式として標準化を進めている技術です。例えばファイドゥを使えばオンラインサービスへログインするときにパスワードを利用せず、スマートフォンの指紋認証を利用して認証を行いログインができるようになります。パスワードを使わずに認証することができるので、クライアントはパスワードの管理から解放されます。サーバー側もクライアントのパスワード忘れの対応から解放されることになるので運用が楽になります。ファイドゥにはファイドゥ1とファイドゥ2が存在します。今回はファイドゥ2を取り上げて勉強していきます。ファイドゥ2の認証の流れを見ていきましょう。事前準備としてクライアントの端末は秘密鍵と公開鍵の鍵ペアを作成し、利用したいサービスの認証サーバーに公開鍵とユーザー ID を登録します。事前準備が完了してクライアントがサービスを利用したいときは、クライアントはサービスを提供しているサーバーに認証要求を送ります。サービスを提供するサーバーは認証サーバーと連携してクライアントにチャレンジコードを送ります。今回の例の場合、このチャレンジコードはオンラインサービスの申し込み用紙のようなものだと思ってください。チャレンジコードを受け取ったクライアントはスマートフォンの生体認証などを使って正規の利用者であることを認証します。認証が成功したら秘密鍵を使って先ほど送られてきたチャレンジコードにデジタル署名を行い、認証サーバーに送り返します。デジタル署名に関しては今後の動画で説明しますが、デジタル署名というのは確かに正規のクライアントであるということを証明するハンコのようなものだと思ってください。先ほどお伝えしたようにチャレンジコードがサービスを利用するための申し込み用紙のようなものなので、その申し込み用紙に対してクライアントは秘密鍵を使って署名、つまりハンコをして応答として認証サーバーに情報を送り返します。デジタル署名のついたチャレンジをレスポンスとして受け取った認証サーバーはクライアントの公開鍵を使って検証を行います。デジタル署名が正しいと確認できたら検証結果をサーバーに伝えます。検証 OK の場合、オンラインサービスを提供するサーバーがクライアントに対してサービスを開始します。このようにクライアントはオンラインのサービスを利用するときにパスワードの入力をすることなくサービスを利用することができるようになっています。ファイドゥはスマートフォンの指紋認証などによって認証されることが多いので、ファイドゥイコール生体認証というイメージが強いのですが、ファイドゥはパスワードレス認証と言われるようにパスワードを使わない認証のことを言うので、生体認証をしなくてはいけないという技術ではありません。生体認証以外の方法でも認証することができます。例えばローカルの端末でピン番号を入力してファイドゥ認証することもできます。ファイドゥというのはパスワードレスの認証のことであり、生体認証するのが必須ではないということも覚えておきましょう。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画、新しいやつ用意してます。最後まで動画ご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは勉強だけではなく横のつながりができるようにいろんなイベントもやっています。無料お試し期間も用意しています。ぜひお気軽にオンラインコミュニティに遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。年を取ると物忘れが激しくなりまして、パスワードを覚えるのが大変になってくるんでございます。あら、このパスワードじゃなかったっけ、あれこれのはずなんだけどなーなんて、パスワードを試してるうちにアカウントロック、パスワードの再発行でございます。管理者は管理者で、ああまたこいつパスワード再発行しやがって、何度忘れる気が済んだバカ野郎なんて返すもんだから、利用者は利用者で、そっちがサービスごとにパスワード変えろっつうから分かんなくなるならバカ野郎ってなもんで、パスワード管理とは大変なもんでございます。そこで最近巷ではファイドゥなんて便利な仕組みができておりまして、何でも
パスワードなし、指紋でポンと一発で認証できちまう便利な世の中になりましたね。いや、ファイドゥはいいど。お後がよろしいようで、チャンネル登録よろしくおくんなまし。